慣れてきました。ちょっとね、目覚めが良くなってきました。うわー、怖い、たくさんいろいろね、企画とかもさせていただきましたけど、占いランキングの回で最後にくじ引き引きましたよね、西村さん。はいはい、そう、頑張れ。あスタート、いっ、いやということでね、証拠としてこのね、ルーク以外の4人は5時半にね、起きる動画を撮って、まあ、ルークはまあ、自分が起きた時間に、はい、自分の動画を撮るっていうのをね、1週間おのおのしてきましたよね、うん、でもこれね、あの起きれへんかった人になんか罰ゲーム、さらに罰ゲーム、そのそう、言ってましたよね。そもそもが罰ゲームやのに、その企画でまた罰ゲームが来るっていう、その人にあった罰ゲーム、うわ、めっちゃ楽しみやな、ね、早速、見ていきましょう。やった、はい、誰から始まるんやん。うわ、すげー、もうね、やりながら一日目、ありがとうございます。あ、僕です。今5時23分です。お、はい、家族はみんな寝てます。寝てました。ちょっと朝早すぎて、ごめんな、しんどいです。あ、これ AM か PM か書いてない。これから毎日頑張っていきます。5時ね、5時朝っぽかったし、まあ、おはようございます。顔変わってんな。5時30分でございます。何のマス目、後ろ。この夜遅くにまあ夜遅く、朝早くですね。ほんまに頭回ってない、目覚めることができて、とても光栄でございます。おかしいね、5時半は。今の時刻は5時35分です。でもね、5時半起きやから、5時半撮影じゃない。あ、そう、お母ちゃんに起きて、弟ちゃんおったから、はい、あ、そう、ごめんごめんみたいになっちゃってた。おにしわです。昨日から何これ、来てないやろ。リハーサルとかもあったんですけど、ちょっと早めに帰って、それで時計も買いに行けなかったので、見てください、指で。ちょっと幸先悪いですけど、お願いします。体調不良で疲れ切ってたので、ちょっと手で5時半終わらせて、グループのメールに1回送ってる時に5時半にちゃんと送って、そっか、じゃあもう僕はちゃんと送りました。5時15分消化あるもんね。おはようございます、リトル関西のトーマルです。僕は5時半に起きなくていいんですけど、ただいまの時刻は6時39分です。今日も一日が終わります。学校やからね、どっちにしろ、平日はちょっと面白くないかもしれないですね。おはようございます、本日は2日目です。人参に人参書いてる山本馬娘、人参を人参人参を人参人参を人参や、ほんまや、これからも頑張ります。おはようございます、鬼柴です。というわけで現在の時刻は5時28分ぐらいかな。というわけで、まあ、昨日体調めちゃくちゃ崩して、明日こそは直して万全な状態で行きたいですね。現在の時刻は5時22分です。58分です。おはようございます。今日もギリギリ5時半に起きることができました。朝起きて僕が鳴ってた状況を川柳で覚えてない、覚えてない。朝起きて目覚めてみたら、ここはどこ。頑張っておきました。昨日からテスト勉強中でございます。頑張ります。おはようございます。現在はただいまの5時、違う、6時29分です。現在5時。面白いね、これ。おはようございます、現在の時刻は5時
23分です。今日は勉強をしてから学校に行きたいと思います。どうも、どうも西浦です。本日は4日目ですかね。5時半になりました。今の時刻は4日目は来ようか。6時40分。横であんま見せへんやろ。下手やな。今日は日本史と生物のお前マジでの可能性いらない。最後見てよ。もう一回すごいこと。寝起きじゃないです。ちょっとすみません、急に。もういけます、もういけます。何かって思いましたよね。そろそろアラームなしで寝ても5時半に起きれます。おはようございます。ただいまは6時26分でございます。ちょっともうミスが何回目かなーって感じなんですけど、2日目ですねは5時25分ぐらいまで起きてたんですよ。これ本当にマジであと5分待とうかなーって感じだったんですけど、その5分の間に寝ちゃって、であれえあれ5時半に撮ってたじゃんって多分思ったと思うんですけど、あれまあよく見たら PM って感じるんですよ。2日目です。12月7日の火曜日5時33分でございます。え、どういうこと。夜やってんな。2日目。うわ怖っ。怖っ。おい、今日そんな顔して座れてんな。ここやば。おはようございます。現在の時刻5時23分です。土曜だね、これが。おはようございます。現在5時23分です。あと1回なので、はい、今日は確実に早寝ができたらなと思います。オーバーじゃん。調子乗りました。調子乗ったすいませんでした。やばー。朝日すごいもん。4時40分。お前超えてくんだよ。行かれちゃうぞ。ホラシになってきた。1時48分でございます。いやもう潔よ。まあお詫びに、まあ僕の寝起きの顔でも見つめてください。どうぞ。いらんじゃん。寝起きでもまあそこそこ美人はいいんじゃないかなと。あれ美容室で撮ってる。美容室、え、なに、どんな服。なんや、これでなんかこれやってくるの。なんかいいやん、なんかいいやん。11時56分。11時6分。なんでお前ら状況できてるん。ほら、あんま息できれてないもん。おい、もう早終わりや。でもこれが今日ね。おはようございます。現在は5時22分。最終日もね、無事に起きることができました。罰ゲームは逃れました。よっしゃ。おはようございます。最終日5時22分に起きました。一日ちょっと失敗してしまったんですけど、まあその他は5時半に起きれたということで。おはようございます。こんにちは、石本時計です。今ですね、昼の1時ぐらいなんですけど、ごめんなさい。ちょっと今から年稽古なので頑張っていきたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。親にも何処もついてふざけてんな。ほんでほんで誰これ何してるの。めっちゃおもろいやつおるやん。スーさんもクリアやん。恐竜いいやんねんや。なんでなんでこんなの持っていいやろ。なんで持ってる。12月12日最終日、
日曜日ちょっと撮るの忘れてたんですけど9時半ぐらいに起きました。罰ゲーム5個です。ちょ、1個。だって僕らが決めていいですもんね。だからお前やめてたらあかんよ。だって俺らが成功したやつなら決まるから。トアは1アウトやごめん。まずトア。トア罰ゲームあるん？あるよ。今の感じ。あるよ。あるよ。シンプルに、真冬の12月に滝行行ってほしい。1時間。うわ、俺もっと考えてたやつ甘かったわ。もう、フーさんの着ぐるみ2人が来て、なんか買い出し行ってもらおうかな。地獄やん。それやってほしい。やばい。1万4000円もしてるめっちゃするやん。だからバッとするめっちゃおもろい。こんぐらいだなんて罰ゲームって1個ちょっとジャブ程度なんやどういった方がいいっすもんね。かわいそうやしな、ジャブランキングカレージャブになってない。今回のこの早起き罰ゲーム検証で、はい、2021年の、ね、YouTube が最後ということになりました。わかりました、はいはい、ということでじゃあ最後にね皆さんに挨拶をしましょう。はい、はい、せーの、良いお年を。はい、ということでね2022年の動画でこのね 今決めた5個になるのかな、5個の罰ゲームを、うん、まあどこかでね消費していくということで。わかりました、うん、はい、ね、どのタイミングでとか、まあ楽しみにしていただけたらなと思います、うん、